はい。で、まあ、これから新しいガルパを楽しんでいただくにあたって、3月のアップデートにまず、今日含めご期待いただけたらと思うんですけど、うんうん、超大型アップデートは、この6周年では、終わらない予定です。お、はい、どういうことでしょう。あの6周年だけ盛り上がるというわけではなくてですね、はいはい、まずは1年間かけてさまざまな企画を、たくさん用意してます。わお、はい、あの6周年からあのガルパ第2章が始まるぐらいの気持ちで、はい、大きく進化をしていこうと思っておりますので、はい、あの6周年以降のガルパにぜひぜひ期待していただけたらと思います。はい、皆様よろしくお願いします。シンプルによろしくお願いします。お願いします。ということで、あの6周年以降の予定について、まあ、簡単にというか一部抜粋で全体のスケジュールをお見せできればと思うんですが、こちらですね、まず超大型アップデート第1弾として3月16日に実施予定ですが、超大型アップデートまだやります。2023年秋を予定しているんですけど、まあ、予定してるんですけど、はい、2023年秋をリリースを目標に、絶賛、そちらの第2弾に向けても開発を、行っております。はい、でその秋までに、まあ、いろいろこう企画は用意してますが、まあ、大きな企画も、ここに書いてあるかな、夏って書いてあるかなと思うんですけど、まあ、大型企画丸1カミングスーンと書いてありますが、そういった、大きな企画も予定しておりますので、ご期待いただければと思いますし、まあ、2024年3月には7周年もありますので、その前には、大型企画丸2も、用意してますし、まあ、ここに書いてあること以外もいろいろもう1年分、用意しておりますので、ぜひ、ご期待いただければと思います。楽しみ。すごい、大型プレート2回ありますからね、はい、ねえ、ね、大型企画も2回あってありますからね。なんかいろんなレコーディングするじゃない、うんうん、どれがどれかなってもう確かに早く言いたいみたいな、めっちゃあるもん ね。だから変なこと言えないのよね。そうそうね、何があるのか発表されるまで待っててほしいですね。本当に、はい、で今日は、2023年秋を予定している超大型アップデート第2弾の、まあ、一部機能にを、イメージのみになるんですけどお届けしたいなと思っております、はい、こちらです。え、はい、何これ、あら、これはですね、ガルパのストーリーの、まあ、原点というか舞台でもある、ライブハウスサークルを、ライブハウスサークルを舞台とした超大型アップデートの、実施を予定しております。あのガルパはもともとリズムゲームの性質上、はいはい、あの集中してこうプレイできる、状況というか環境以外でなかなかこう起動しづらかったりとか、うんうん、あのまあ、音ゲーとして極める以外の部分でのやり込みみたいなところが、もっとあったらいいなっていうのは、まあ、個人的にもいろいろ課題を感じていたので、はいはい、あの今回というか、まあ、秋のアップデートでは、キャラクターたちと協力してこうサークルを盛り上げるというのをコンセプトに、今までのガルパのらしさを残しつつ、ガルパの世界観を気軽に楽しんでいただけるようなアップデートができたらと思っております。おー、はい、すごっ。これはじゃあ自分で好みのサークルを作る。そうですね。じゃあ配置を変えたりとか、そういう感じかもしれないですね。わかりませんけどね、はい、そういうことなんじゃない、あれ、はい、まあ、画像からなんかそう見えるよね、はい、画像からぜひ推察というか、獅子舞いるし、はい、うん、推察していただければと思います。すごい。あの詳しい遊び方の紹介はまたの議会で、またの機会に、させていただければと思うんですけど、うんうんうん、はい、いつもガルパを遊んでくださってる皆様に、そしてこれからガルパを遊んでくださる皆様に、楽しんでいただけるような、進化を今後もしていきたいと思いますので、ぜひご期待いただければと思います。はい、はい、でまた1点お知らせなんですけど、この機能のリリースに向けて、はいはい、6周年以降、ラウンジへの遷移が、エリアからなくなって、ラウンジ会話の、更新も終了いたします。ラウンジ会話をお楽しみにいただいてた、お客様には申し訳ないんですけど、サークルの超型アップデートに、ご期待いただければと思います。過去のラウンジ会話は、キャラ図鑑から、見れるようになります。なるほど、見れることは見れるんですね。ありがたい、はい、といった感じで、はい、まあ、今一部お見せしましたけど、様々な機能をあの今後も実装および企画も展開予定ですので、うんうん、今後の続報にご期待いただければと思います。はい、はい、6周年以降のスケジュールについて2つ目の新情報、こちらになります。うん、はい、夢の結晶楽曲の、ガルパへの追加が、決定いたしました。イエーイ。今ね、たくさんハッシュタグで検索すると皆さんが作ってくださってるんですけど、ね、作ってくださってる、ね、はい、バンドリ×チェビオ AI の新プロジェクト、夢の結晶ポピーローズから、生まれた楽曲が、ガルパに追加を予定しております。あの、はい、追加の時期だったり、まあ、特定の曲だったりとかの発表は、今後の続報をお待ちいただければと思います。わかりました。
はい、本日発表した、超大型アップデート第2弾や、有名の決勝楽曲、そして今後の、スケジュールに関する続報は、3月中旬に発表を予定しておりますので、お楽しみにお願いします。はい、はい、であとここで最後に1点お知らせがあるんですけど、今年はですね、今後の超大型アップデートにちょっと集中をさせていただくにあたり、あのエイプリルフールの企画は実施いたしません。あ、ちょっと事前にこのタイミングでちょっと周知を。毎年という嘘急に今ここで。いや毎年な、楽しみやったもんな。今年はなんなんやろう、はい、今年はなんなんやろうって。あの本当にこう楽しみにしていただいてますし、あの正直こう作ってる側としてもすごい楽しいんですけど、まあ今年はあの、エイプリルフールにあの、使っていった分の、あの気合を、はい、今後の超大型アップデートに、生かしていこうと思いますので、あの毎年楽しみにしていただいているお客様には申し訳ないんですけど、その代わり超大型アップデートあの全力で、取り組みますので、3月16のアップデート当日と、まあ、それ以降の、アップデートをぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。でもそれはね、納得な。いやもう本当に、はいはい、アップデートその分楽しみにしております、はい、ありがとうございます。以上が6周年以降のアップデート予定に関する情報でした。ありがとうございます。ありがとうございます。